はい、マスカランブルです。他の動画でも紹介したんですけど、2017年度のチャンピオンドラゴラーさんと2018年度準優勝、2013年度のチャンピオンの高橋さん今日来てもらってるんで、まあ、せっかくなんで対戦動画撮ろうかなということで、当時優勝に導いた出来をそれぞれ持ってきていただきました。ということでドラゴラーさんが持ってきたのは白レッグですね。これをそのまま使っていただきます。レギュレーション何って言われたらシェイミが入ってるんで、これ今エクストラだと禁止なんですよね。なのでこれシェイミが4枚入ってるんで電動です。怖いお姉さんもここに入ってるんで、これ電動ですね。4年経ったら電動できちゃった。この時4年間持ってたら電動になっちゃった。電動レギュレーションは昔使ったカードがいつまででも使える夢のような環境なんでね、ぜひ皆さん電動レギュレーションやりましょう。で、高橋さんも高橋さんで、当時2013年の時にバンクーバーに連れてってくれたデッキを持ってきてもらってます。ということで今日はこの対戦動画を撮っていきたいと思います。2017年のチャンピオンズリーグはあの全部 BO3 だったんです。ああ、はいはいはい、そうだった。3戦中にね、3戦中に2回勝ったら勝ちだったんで、まあ言うたらあの爆発力よりも安定した方が強いだけで、あの3戦やって負けた次の対戦、まあ、あの先攻か後攻か選べるわけ。ああ、はいはいはい、そうだもんで、対戦中1回は、ね、絶対に先攻なきゃ、先攻が最低でも1回は取れるから、そんなに分回さんといい。レックはね、古代能力でさ、出した前にメガ進化って言う、まあ、先行だとソウルリンクなしでメガ進化して短縮して、で、強化拡張で、ゾッキーが出て、レックザ終わりかと思いきや、そう、なんか今ね、無限大なメータルなんか、なんでね、出してみんなそんなん積むのかみたいなね。でも出たばっかでさ、まだそんな、そのカードがメインデッキに入って、入賞したみたいなレシピも出回ってない中で、強気に詰めれるのかっていう話を、ね。あのウソッキーが発表された日 あのタイムラインもあれレックーザー終わったわ、そうそうそう、あったあった。ウソッキー出てきたらレックーザー終わったなみたいな話になってた。しかもこの時ってさ、踊り鳥と一緒に出たパックだからさ、あの夜の更新踊り鳥で終わったなってなってたもんね。あの言うたらあの更新が苦手デッキなんだけど、うんうん、昔の前の踊り鳥と、あと診断のね、あの新シリーズのジュナイパー GX があの更新にめちゃくちゃ強いから、そういう連中の圧力というかね、そいつらがあの更新を倒してくれるから不安かなみたいな感じで。これ当時当たった夜の更新当たってない。おお。それめっちゃ面白い。みんな周りが倒してくれたんやって。対する2013年優勝ハンマーダークライ高橋さん、懐かしすぎる。マジで懐かしすぎる。懐かしすぎるだろ。4年前8年前倍だよ。ハンマーダークライって言ってるのにアタッカーのダークライ2枚。そうでもアムソルも強かったもんね。あの当時キュレムが、この頃キュレムがすごい活躍してたんですけど、懐かしすぎるだろ。僕アムソルが押してて、こいつの方がで、ブレンドガンキュレムが全盛期、あの全盛期でみんな持ってて、でもアムソルが強くないかと思って押してたずっと押してました。このマッチアップで言ったらアムソル強いからね、若干スカイフィールド出して、アムソルが相手のベンチの分だけ火力上がるもんね。そうそうそう、それが相手を防ぐというか、かける20が倍率はちょっと弱いが、まあこっちスカイフィールドなんで、まあそれなりに戦えそうな気はするな。あ、出た出た、この配分もうこれ以外入れるサポートなかったから。そうね、サーチャーもないしね。そうそう、サーチャーもないし、テテフもないし、ジラーチはあったけど使われてなかったもん。まだジラーチってこの時あった？ないですね。ないよね。文字先、文字先か、うわ。しかもあったとしても使われてないでしょ、ジラーチって。だってそもそも持ってくるサポートの種類が少なすぎてさ、いやジラーチ出しててまでサーチするカードないやろってなってたもんね。ジラーチはあの XY が出てからじゃない。あ、そうそう、あの評価がされ始めたのは本当に最近だった。そのクーパーが出てからだよ。フーパーでジラーチ持ってこれて、ジラーチでサポート持ってこれるからちょっと評価されるわ。それまでの BW の頃もジラーチなんか全然評価されなくて、キャッチャーでね。そうそう、キャッチャーでいいやん、簡単に殺されちゃう、取られちゃうから。で、そんな中キャッチャーがあると、うん、で、これがね、当時のキャッチャーはコイントスいらないから。強すぎる、ね、強すぎるだろこれ。アララギ博士で手札全捨てして7枚の中にこれあったら引っ張り出せるから。アララギとボスが同時に打てる、同時に打せる、手札補充しながらベンチ引っ張ってこれるのがこのキャッチャーのことは。グランデシ入ってる。まあジラチスグレーだったらそっちがいいや。あ、そうだそうだ、うん、おお懐かしい。そしてカイズハンマー、これがハンマーダークと言われるゆえんか、ここら辺のハンマーが5枚しかないけど。これ俺の中でさ、当時の BW のデッキって言ったらハイパーボール4は確定みたいなイメージあったんだけど、3なんだ。この頃ってさ、BW の頃ってさ、シェイの意味とかないからさ、ハイパーボールって完全にコストだったんだよ。あ、そうだね、手札2枚捨てるのはもう本当にコストってなったね。そうそうそう、ハンド減らすことが強いっていうわけではなかった。ビルで本当に引ける枚数増やせるから。そうそうそう、本当にこれだからね、うん、なるほど、ハイパーボールがまだそんなに強くなる前の時代だったのか、ね、面白いわ。
ちなみに今回の対戦動画なんですけど、この当時ってさ、まあ、BW 高橋さんのこの頃ってさ、先行攻撃ありだったじゃん、うん、もっと言ったら先行攻撃あり先行サポートあり、まあこれはどっちもか、ね、どっちも先行サポートありで、ポケモンキャッチャーもコイントスなしでベンチのポケモン引っ張り出せるっていう効果だった、うん、参戦やって2戦取ったんですよ。まあそうやね。そうしたら先行後攻さ、対戦中1回は絶対先行だから先行技講師はね、うん、そうそう1回ないからね、やってみようか。いいだろう。それで早速やっていきたいと思います。負けねえぞ。じゃあちょっと、こっちの当時のルールまんま、はいはいはい、まんまで BOC みたいな感じ。参戦やってみよう。で、7枚引き入れてからね。お願いします。2、3、4、5、6、7。はい、最初はグー、じゃんけん、ぽいが先行で、はい。デリクの前先行すごいな。じゃあよろしくお願いします。お願いします。クーパ EX ダークの EX。 じゃあ先行でいきます。スカイフィールドあります、はい。ハイパーボールでエネとバトルサーチャー切ります。はい、クーパー、はい、出しても持ってきて出して特製バンデットリングで、はい、ベンチに出した時山からポケモン EX を3体まで選び手札に加えることができる。レック2体とシェン EX で、はい、カットお願いします。おい、で手札に加えてベンチにそのまま出します。はい、でシェイミルセットアップで手札が6枚になるように引くんで3枚なんで3枚はい、いきます。シェイミルは電動ポイント1ポイントですからね。反則ではないけど、これはちゃんと電動的なんで。バトルコンプレッサーで、はい、どうぞ。3枚送ります。クセロ式と AZ とコイン、コインが3枚。怖いお姉さんもエクストラだと気にしないけど電動だったら普通に使えるカードですね。ちょっと考えますね。怖いお姉さん。クセロ式やめようか。あんまりフードチャレンジしますね。はい、了解。3枚お願いします。もう一回シェイミ出してセットアップで3枚、はい、ハイパーボール使います。はい、了解。マギヤマとスカイビルド切ります。シェイミでお願いします。バトルサーチャーでフーロ使用します。はい、いやそんなにね山に枚数が長かったから山薄くないですか。お願いします。はい、でメガ進化します。レクザは古代能力デルタ進化で出したバンディーでも進化できる。でソウルリンクがついてるんでメガ進化してもバンは終了しない、はい、でメガターボを使います。トラッシュから基本エネルギーを1枚メガ進化ポケモンあります。はい、でシェミ出してセットアップで6枚いきます。トレーナーズポスト使います。はい、上から4枚、はい、でトレーナーズを加えることができるけどオカルトマニアに加えますね。はい、加えます。加えて、いやーなかったね、ワンキル失敗だ。この当時の BW の頃のルールだったら先行攻撃できたからね。パーシル、はい、はい、どうします。はい、特選に交戦します。はい、コイン出た。表で表ドクトネブになります。はい、コイン出て続いて、エンドをします。互いにリセットスタンプって感じでね。エンドは未だにエクスラでも現役で強いカード。はい、6枚引きます。アップエネルギー振ります。はい、これでターン終了です。はい、コインお返しいいですか。はい、どうぞ。眠りチェック、毒ダメージ10の眠りチェック裏、はい、おー、1枚引きます。はい、どうぞ。トレーナーズポストを使います。はい、4枚、はい、お裏張り持ってきますね。はい、どうぞ。買ってみます。寝てる上し、はい、N が刺さったね。この環境あるあるなんだけど、マジで買います。はい、オカルトマニア使います。はい、了解です。互いのプレイヤーは次の相手の番の終わりまでポケモンの属性を使用できず、バニールポケモンの特性は全て消える。バージョンネガバーテフダトラッシュだ強っ。いい春お手、はい、お母ちゃんどうぞ。よろしくお願いします。ダウジングマシンをします。はい、スクラッパーとアクネリゴをします。はい、
トラッシュからトレーナーズ1枚持っていきます。はい、N を持っていきます。はい、で前にアクエネルギーを貼って N を打ちます。はい、単純にポケモンが並ばなさすぎて探しにしそうアブスの出ればね確かにアブスの火力めちゃくちゃ上がってるすごほぼ満タンだから。はい、6枚です。6枚いきます。はい、6枚です。はい、6枚です。アブスの闇闇。はい、あの闇闇も今エクストラで禁止なんでね、使えるのは電動レギュレーションだけとなってるダークパッチ、はい、トラッシュから金本のアクエネルギーをベンチのポケモンにつけます、はい、アブトルにつけます、はい、じゃあこれでターン終了です。はい、しまーす。いやマジで N が強いんだけど、なんだこれ。いやデックにダブル無視とかあってターン終了します。はい、4。おお、フーパがどかない。邪魔すぎる。ハイドハンマー、はい、ダブルお願いします。いいぞ、強い。入りたくなかったんだよな。じゃあ前にアクエネルギー入ります。はい、じゃあナイトスピアで、はい、前に90だけ3、後ろネガレックだよ。はい、でチェックで10、後ろです。はい、お願いします。はい、でメガ進化して3終了。はい、了解です。はい、1個よろしくお願いします。はい、ハンドムシバー使います。はい、山札を上から1枚ずつ表にしていって、サポート出たら6枚加えます。はい、N、はい、おで、まだ使います。はい、ポケモンキャッチャーで。お、強い、流れ食うだ。ここで強いキャッチャーなんだけど、コイントスのないポケモンキャッチャー。これも電動レギュレーションではないですね。これで N します。はい、6枚、6枚です。はい、じゃあ、スカシャンバーします。はい、おお、ここに来てハンマーダークくらいがハンマーダークで見せる。表なんだが、表で消す。後ろのレッグゾーンを詰める。はい、で、ドクサミ光線。はい、おお、見せるね、見せるね。で、自分使います。手札3枚なので1枚、はい、4枚で引きます。じゃあこれでナイトスピアを打ちます。前に90、はい、で後ろフーパー、はい、30でキレスで、キレスで、はい、おー、まさかのサイド先行したのは2013年からチェックで30になって、はい、ポケモンチェックで、はい、おー攻める。あ、どこ決めない。そうです、お願いします。はい、ボール、はい、どうございます。ウソフキーとアクセオシキ、最初のなしで。はい、どうぞ。お願いします。はい、で、2個玉張ります。はい、どうぞ。 OK、逃げます。これで技エメラルドブレイクでベンチのポケモン ×30 ダメージで 30×60 で180。はい、です。はい、です。進めます。はい、では、アブスに参りします。はい、どうします。はい、改造判断。はい、お願いします。めちゃめちゃ強い動きしてる。アブス最低限しかね、エネをね、張れないんだよね、これ。ランディングシーバーさん、はい、張れ。じゃあ、質問キャッチャーで。おー、後ろのシェイミングです。強すぎる。強い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 。あるぞ、2013年。いや、全然ある。全然ある、マジで全然ある。はい、全然ある。クエネットバリします。はい、ダークします。はい、アブソルを出して、で、これマインドジャック、はい、相手のベンチの数かける20で、プラス20があります。だって で120追加で140ダメージ。はい、です。おー、今リーチやばい今だね、これは。これはやばい今だね。いきます。はい、ホールオールインク貼ります。はい、了解です。軽石をフーパーに貼ります。はい、了解です。メガターブ使います。はい、了解です。貼ります。で、プラターンの感化性でトラッシュして7枚4、3で、はい、はい、ソウルリンクがついてる方のレッグをメガ進化で、はい、トレーナーズポーズ使います。はい、了解です。上から4枚で、メガ進
マターを使います。でまず使いますね、バドルコンプレッサーを使います。メガターボをポストで持ってきて、持ってきて、で使用します。で、手張りを後ろの列にして、はい、これでエナルブレイクです。150ですね。はい、はい、じゃあ振ります。うまい考えます。うわ、これ全然あるな。全然ある。手張り、ダークパッチ、エネルギー付け替え、ポケモンキャッチャーあたりで何でも解決するな。いや、普通にね、ジャングハントするターンがねある。あ、本当だ、ジャングハントできるね。あるからね、これ。とりあえず解剖ハンマーで優勝します。とりあえずじゃねえんだよ。ダークパッチ、おお、はい、おもろいな。すごい盤面と盤面が、ね、はい、特殊に行こう。はい、6になる。裏、やっと裏が出た。悪の爪で行けます。はい、悪の爪、前にエネルギーあります。はい、おお、はい、行きます。ここでジャンプハントを宣言できる。はい、お願いします。はい、これでジャンクハントで、はい、これ強いな、ここソラエクストラ禁止っすか。パズル拾っちゃうからね。パズル拾えるね。おお、はい、コイントスがいらない確定のポケモンキャッチャーとダークパッチを手札に回収していく。いきます。まだあるぜ。俺は今サイドから回収したい。サイドからエンズ熱い。今なんか急に熱い展開になってきたんだけど。あぶねえあぶねえ。それは強いな。2枚、3枚だ。ユーリーやばくないに、ちゃんとキャッチャー戻ってんだよな。エメラルドブレイクで、はい、おぉー、10、1枚、はい、どうします。はい、このもぐらい。ああ、アートは、ああ強っ。ああ強い、ああ強い。ああ、からの、ああ、今引いたやつはこれ、ポケモンキャッチャー。はい、いや、シェミオンで逃げて徳を積んできたの。徳を積んできたんですこれ。負けだ。はい、ありがとうございました。1本目、2013年高橋選手、おめでとうございます。あのね、ポケモンキャッチャーじゃない、これ負け戦だ。お、負け戦もらう。で、ルールは先ほどと同じように2013年の BW の頃のルールをのっとってやっていきたいと思います。あ、これ見てくれるのはすげえいいと思うんですよ。ちなみになんだったら俺次最後の一戦電動レギュレーションのルールでやってほしい。どう違うんですか。え、先行サポート使えない。で、テキストがキャッチャーはちゃんとポイントつくって。え？えじゃない。そうだね、そうだね。シェイミはポイントつくんですか。シェイミポイントある。あ、独裁民構成もポイントあります。ちゃんとデッキの中確認させてもらったんですけど、お互いに電動ポイントはちゃんと守ってるんで大丈夫です。あ、守ってますか。ちゃんと守ってる。マジでお互いちゃんと守ってるのすごく電動レギュレーションすごいでしょ。じゃあ先行で、はい、あとはあのセットしてから先行が後攻から。あ、そうだね。じゃあ最後の1本は電動レギュレーションだからちゃんとじゃんけんポイントからね。ましてオッケー、はい、この頃はまとめていくんじゃなくて1枚ずつ。そうだったな、そういうのは難しいな。懐かしすぎ。今の試合は2013年が取ったのめちゃくちゃ熱いと思ってるんだけど。キャッチャーが強いんだわ。キャッチャーマジ強いよ。ポンポシェビ呼んでいくからもう。いくぜ、お願いします。お願いします。先行ですか。はい、こっち先行ね、はい、いきます。ダグラ EX です。マギアナ EX スカイフィールド、はい、出します。はい、ハイパーボール使います。はい、了解。メガ星先行ワンキル、先行行くぜ。クーパーを持ってきてベンチに出して特製バンデトリンク、はい、EX のポケモンを3体まで2人加えることができる。はい、で、レックをベンチに出してダブル無色エネをレックザにあります。はい、ポストポストが最高。はい、ランダムの方から4枚見てトレーナーズを加えることができる。まあいいだろう。で、軽石を前のマギアナに装着、はい、で、セミでセットアップで2枚なんで4枚だろうな、はい、1、2、3、4、はい、ターン終了。はい、頑張ります。どうします。とりあえず解像感、とりあえずまた同じようなことが繰り返されていく。前にアクエネルギーを感じます。はい、これで N をします。はい、おお、あ、じゃあね、
はい、じゃあ互いに6枚。はい、6枚いきます。はい、6枚です。ポケモンキャッチャーです。強い、ポケモンキャッチャーが強い。縛るな、とりあえず終了です。待って、高橋側にベンチに誰もいない。チャンスだ、俺のドロー。ドローじゃねえ、一枚いきます。違うカードが出ちゃう。メガターボ使います。はい、すぜ、はい、ワン、バトルサーチャー AZ だ。おお、この動き知ってる。で、もう一回出して、バンディットに。強い、これは強い。いくぜ、お出まし、お出まし。で、ハイパーボールを使います。はい、で、レクーザとウソッキーを持ってきて、はい、もう一回ハイパーボールでウソッキーと、クーザで、これで試合に、これでいきます。はい、ベンチにレックザを出してシェミルセカブ4枚、4枚、はい、1、2、3、4、6枚になるように引く。ソウルインクを張り、トレーナーズポストを使用。はい、1、2、3、4。メガタブディーズはないな、どっちもねえじゃん。下手いどっちもねえ、マジで。おおおおおおどっちかよりどっちもなかったな。ソウルインクを張るセットアップで、3枚で、はい、3枚、ほう、うん、惜しい。で、ターンに貼ると次のターンのまたハンマーがあるからね、困っちゃう。ターンしろだ、はい、おー、耐えた、耐えたぞ。さあ、フラッシュハンマーでだと思った。だから、ね、おー、もう一回、もう一回雑数にエネを貼っちゃいやいや、いけねえんだ。おー、ハンマーだ、決めてくれ。すごい、これは想定内だ。ポケモンキャッチャー強い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 。これでアライハンマー、はい、3枚お出しします。スクラッパー、スクラッパー、はい、おー、強いスクラッパー。いや、こんな、はい、そう、軽いじゃ無視で OK、 無視無視。おー、で、独裁に5戦。ブラン、これだけ。おお、攻めるね。眠らずに来る。ブラン。さっきのクラハンめちゃくちゃ当たってたからね。ああ、クラハンが表やからいい。じゃあ終了です。十。ああ、ポケモンいない。これはきつい。お、割られて負ければ。そうか、当時はポケモンキャッチャーがコイン数いらないから、簡単にそういうなんか遅延行為というか、盤面を遅らせることができたのか。そう、二進化が特にすぐやられちゃって。バット待て、端しろ。はい、どうします。突撃してく。あぶね。じゃあ、ドライ博士。はい、1枚出します。前に出てきます。はい。はい、ターボ。2枚、はい。もう、独占に行こうぜ、キル。お願いします。ナイトスピアで、はい、メガリティで、はい、はい、で、ドクチェック練習、はい、はい、ゴロー、あとはしますね、はい、いや、このターン結構勝負だと思うんだけど、メガターボで、はい、ナイトスピアを2回打たせちゃね、いけないと思うんだよね。これターンで、これターンです、はい、はい、ダブルコンベッサーで、はい、では、はい、ダブルコンベッサーをフラッシュ、はい、お願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、終了です。はい、おお、攻撃させない。どうします、アックルをつけます。ダブルコンベッサー、はい、2枚、お願いします。バラヘカス、はい、いきます。アライハンマー1枚、アブスを出します。シーンに出れんね、クロバットがないからさ、サポで繋げていくゲームなんで。いや、そうなんだよ、あっちはあっちでサポートでね、繋げていかないと展開できないから。ダッパチ打ちます。でもその代わりに引っ張るっていう行為がグッズでできるからね。手番にします。はい、じゃあこれでナイトスピア、はい、マイクです。マイクでメガレックのように、
最後2枚お願いします。はい、行きます。ここで入ります。はい、これはスポーツです。はい、よ、小顔をね、巻いていきます。小顔ね。はい、お願いします。はい。軽石の効果で逃げるがゼロになってるんで、逃げてメガレックをバトル場に出し、はい、あと HP が60食らってから160か160で、電池が6体だからギリ耐えるのかな。サーチャーで、はい、強式で詰め上がる。こういうような道具をトラッシュして、じゃあエメラルドブレイクでベンチが6体なんで 30×60 で180で、はい、決めます。最後2枚、はい、どうぞ。マギアナって独裁面何個なんでしたっけ。いや、相手の技の効果を受けない、効果を受けない、独裁面グッズ玉開けでして、じゃあアブスの前で、はい、どうします。アクエネ手張りします。はい、アップですか。あるんかい。アブス出します。あるんかい。じゃあこれで A 打ちます。お強っ。はい、はい、ランダムレシーバーします。どうぞ。じゃあこれでマインドジャックをします。相手のベンチの負担かかってくる20プラス20なので、あと160ダメージで、ちょうどいいです。すごっ、ここでエネルギーついたらクッと落ちるわ。マイヤーの前で、はい、キッチン、あ、よろしくお願いします。マイヤーに貼ります。はい、ダブルして、はい、軽石で逃げるがゼロになってるんで逃げて、レックゾン入る。はい、田代です。はい、はい、よろしくします。あいつ持ってるぞ。ポケモンキャッチャー系なんだよ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。参戦やろうって話だったんだけど、2000やって2000とも2013年のハンマーダグラ優勝。こっちの時はワンキルできたんだけど、ポケモンキャッチャーで場を濁されてっていう動きがされたね。めちゃくちゃ面白かった。めちゃくちゃ面白かった。トップでやっぱ解決した。トップで解決した。得を積めば何とでもなるよ。ほんまや、参考にします。うちの動画ね、電動レギュレーションの動画を上げてるわけなんですよ。これって今、2013年の当時の BW の頃のルールにのっとって対戦したじゃないですか。まあ高橋さんのデッキが2013年仕様ということで、まあそっちに合わせたじゃないですか。次、最後の一戦、電動レギュレーションとしてシェイミが4枚入ってるじゃん。シェイミって電動レギュレーションだとポイント1ポイントなんだよ。なんでシェイミ4ポイント入ってるから、これはもう電動レギュレーションの電動ポイント守ってる。でコアオネも電動レギュレーションではポイントついてないんで、これも守ってる。あ、そうなん。そう、あれね、ポイントついてない。だからちゃんと守ってる、このデッキ。なんとマジでちゃんと電動レギュレーションのポイント守ってます。で、そう、奇跡。いや、奇跡じゃない、電動レギュレーション大体守ってる。こっちの高橋さんのデッキも高橋さんのデッキで、ジャンクアントの闇並みエクストラでは禁止なんだけど、電動では禁止じゃありません。で、独裁民光線が電動レギュレーションだとポイントついてるんだけど1ポイントなんで、山札に4枚までしか入れれない。4やった気がする。まあ多分4そう、大丈夫。まあ、独裁民光線もちゃんと4枚入ってても問題ない。ということで、こちらのデッキ、こちらのデッキ、どちらも電動レギュレーションで現行で使えるんですね。ただポケモンキャッチャーだけコイントス必要。あと先行も攻撃できない。助かる。先行サポートも使えない。ああ、というルールで、じゃあ最後、この動画自体は1回終わるんだけど、最後に電動レギュレーションとしてこちらのデッキとこちらのデッキ対戦をよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。確かにいい。